今日はウーバーイーツ今日はねお休みで夕方から40分ぐらい歩きました。とてもいい汗をかけました。ちょっと焼き鳥10本は多いな。やっぱりお好み10本、これはちょっと多かったな。残さないと。タレご利用いただきましてありがとうございます。またのご利用お待ちしてます。まあ今どこも大変だなこれ。箸がない、箸が。はい、もう一つはしらす丼、ね、さあ食べたいと思いますが箸がない。やっぱわさびもついてる。あんまりかけすぎるとね、よくない。まあ一つぐらいかな。お好み焼き鳥10本、ネギマン。うん、ニンニクが間に挟まってる。強烈やな。晩飯一発からニンニク食ってる。うん、しらす丼。岡本ホームラン、ちょうど7時にちょうどホームラン。うん、まあ焼き鳥頼んでもビールを飲むようなことはなく、ビールがあんまり好きじゃないからな。これでビールを飲むと、やっぱビールを飲む人は最高なんだろうね。初だ、初。いつもよく噛めって言われてるから、噛まないとね怒られちゃう。昨日はプロ野球ニュースで、プロ野球ニュースが終わるとどうしても帰ってくるのが夜中だから遅くなって、帰って風呂入ったりなんだかんだしてると、やっぱ寝るのは3時ぐらいになるな。で朝起きて、ふぅ。まあでもここの焼き鳥なかなかいけるな。皮カリカリに焼いてるから、まあ、カリカリに焼いてない皮は噛み切れないというか、ベロンベロンしてるよね、ベロンベロン。うん、なかなか焼き具合がいいよ。これ焼き鳥としらす丼って合うのかな。ウーバーも久しぶりに頼んだな。でも汗かくと水分が美味しいね。今はプーアル茶っていうね、ちょっとお茶を飲んでるんだけども、非常に美味しい。なんだこれ、鼻に唐辛子が入った。でもちょうど2回目打って、あんまり1週間以内に汗かくとなんかいいという話を聞いてないので、もうちょうど1週間経ったんで、まあまた歩き出そうかなと思って歩いたんだけど、やっぱ汗かくって気持ちいいな。 T シャツ半パンで歩くんだけど、でも、まあ、野球やってたせいか、まあ、どうせやるんだったら汗をいっぱいかかなきゃ、なんか損だぐらいで損した気分になるんで、まあ、ジャンパーと長ズボンの汗出しとこう着て歩くんだけど、周りの目が冷ややかなみたいな、なんでこんなに暑いのにみたいな、まあ汗かいてるなっていうの分かるから、
まあいいんだけど、やっぱ汗をかくってやっぱ大事だな。やっぱコロナでずっと閉じこもってるとまたストレスになるし、どんどん太っちゃって、まあ精神的健康も良くないよね。だから汗かくってやっぱいいな。でもいつも歩いてるちょっとところに公園があるんだけど、若者多いね。なんかまあ夕方からお酒を飲むんだろうな。買い出ししてみんな集まって飲んでるけど、まあ体力あるし、閉じこもってるっていうのもかわいそうな話だしな。まあ早くコロナが明けてくれないと困るね。これはこれなんとかしろよ、この出にくいの。巨人も苦しいね。スーランはあんな打たれ方し、人は山口が1、2回で4失点。これは苦しいぞ。これは全部食べない。ね。こんなの食べてたらブーになる、ブー。もうブーだけどね。ごちそうさまでした。よいしょ。